こんにちは、カオルンです。今日は JVC の完全ワイヤレスイヤホンについて皆さんに紹介していきたいと思います。それがこちらです。まず JVC って何って思う人がいるかもしれません。この製品は JVC ケンウッドさんという会社が作っていて、かつて日本ビクターとケンウッドっていう2つの会社が統合した会社になります。どちらもかつては音に強い会社であったので、統合した今も音に強い製品を作っている会社になります。みんなニッパーっていう犬の名前を知ってるかな。この犬はかつて飼い主がいたんですけど、その飼い主が亡くなった時に声が蓄音機に録音されていて、その声を犬が聞いているっていう、とっても感慨深いマークになっております。今紹介した JVC ケンウッドさんはグループ会社にビクターエンターテインメントっていうグループ会社を所有していて、このグループ会社にはとっても有名なアーティストがたくさんいます。例えばサザンオールスターズの桑田佳祐さんであったり、あとは星野源さん、木村拓哉さん、家入レオさん、大原桜子さんだったり、すごいたくさんの有名な、しかも本格的なアーティストさんがいらっしゃいます。そんな JVC のイヤホンを今日は紹介していきます。このイヤホンはNW っていうシリーズの完全ワイヤレスイヤホンとなっていて、このイヤホンはファッション性に優れたイヤホンとなっています。この表面にコーティングされているザラザラのこの質感がとっても高級感を匂わせていて、つけていておしゃれになります。つけてみましょう。こういう感じかな。今映ってるかちょっとわかんないけど、結構おしゃれになっているかなと思います。さらに、値段が 14,000円というところで、他のイヤホンと比べたらそんなに高くはないのかなと思います。なのにちゃんと音は低音から高音まで幅広く、しかもバランスよく出ているので、とってもとってもおすすめの商品でございます。 Amazon で買えばだいたい 11,000円ぐらいで、買えるのかなと僕は思います。 AirPods が大好きな皆さん、たまにはアメリカのメーカーの商品を買うのではなく、日本の製品を買ってみてくださいね。お前ら日本人やろっていうことで、今日もご視聴いただきありがとうございました。じゃあね。本日はカオルンチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録者100人という目標を目指して頑張っていますので、ぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。またインスタグラム、ツイッターもやっていますので、そちらもフォローしてくださいね。それでは次の動画も頑張ってまいりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。じゃあね。